らっしゃいませ。来てくれたんですね。にゃー、ご予約のお客様、ご来。おのおの油断なさらないよう。イリアさんの様子を僕が。今のあの子にとって私たちは逆効果というか、劣等感を刺激してしまう気がするのだわ。劣等感、どういうことですか？まああの通り、イリアはヘッポコなわけですが。ヘッポコ？あの子は私たちより巫女になるのが遅かった。教育は十分に受けておらず、そもそも出生そのものが違う。イリアさんはこのオリンピアで生まれたんじゃないんですか？違うのだわ。都の外で力尽きていたところを私たちが保護した。やけどだらけで、あの子自身何も覚えていなかった。きっと生き残りの集落がエンジンに襲われて。エンジン？何でもないのだわ。とにかくあの子と私たちは違う。プロメテウス様のご加護を授かっても炎をうまく操れない。それでもあの子はめげず、ふとした時うつむいてしまう私たちを明るくさせてくれるんです。イリアのおかげで多くの巫女が笑顔になりました。私たちはあの子に救われています。もうみんなの妹みたいなものなのだわ。イリアさんが。だから巫女として務めを果たせていないと落ち込んでいるだろう今のあの子を慰めてきてほしいのです。それならなおさら巫女さんたちの方がいいような気が。僕だと刺激して爆発させかねないというか。それでいいのだわ。落胆を忘れさせるくらいプンスカを怒らせてほしい。そっちの方があの子らしいのだわ。あなたのお年はイリアと同じ14と聞きました。同じ年頃の同性や異性がいなかったあの子にとって、ある意味私たちよりあなたは特別な存在です。あなたと接してからというもの、私たちが知らない表情をイリアはたくさん浮かべた。だからお願いするのだわ。巫女的にはエッチな真似さえしなければ何をしてもオッケー。何言ってるんですか。どうかお願いいたします、クラネル殿。引き受けちゃったけど足が重いというか、人を怒らせに行くって気が進まないというか。でもイリアさんにそんな過去があったなんて。あ、水の音。そういえばここは先導って言ってたっけ。
見張りはとっくに終わってるわよ。うそバカ変態けどもの覗き魔、やっぱりあなたって最低な男よ。死んじゃえエッチ。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。あれは炎獣、こんな場所にも現れるなんて。ちょっと空気を読みなさいよ。乙女が水浴びしてるところに現れるなんて。魚男と同じけどものよ。けどもの炎獣じゃなくて陰獣よ。神罰が下るんだから。イリアさん、そんなこと言ってないで早く逃げてください。あなたがいるのにすっぽんぽんで逃げられるわけないでしょ。そうでした。食らい尽くすモンスター。ねえ、出たな勝利のクイーン。行くぞ。なんて、出たな勝利のクイーン。なんて、祈りが通じたか。本当にすいません。許さないわ。絶対に許さないんだから。あなたの罪を絶対に忘れず憎しみ続けるんだから。しかもどうしてあなたの服を着なきゃいけないの。あなたのぬくもりに包まれてるみたいでゾワゾワする。すいません、戦ってたらイリアさんの服が水浸しになっちゃって本当にすいません。私知ってるわ。これ彼シャツっていうのよ。なんで私がこんな屈辱だわ。安心してしまうわ。バックパックに施設団の服を入れといてよかったと思ってたけど逆効果だったかもしれない。あのイリアさん、僕巫女さんたちを呼んできます。ファイアボルトで焚き火はつけましたし、もう僕はいない方が。ダメよ、絶対にダメ。こんな黒歴史ミヌキアやアエミリアたちに知られたら本当に噴死するんだから。でも僕がいたら。こっちは絶対見ないで。そして服が乾くまでいて。神も許さぬ大罪を犯したんだから言うことを聞きなさい。はい、わかりました。変なことになった。焚き火の前で膝を抱える彼女の後ろで背中合わせて座り込む。後ろは決して見ないようにするけれど、とても非常に果てしないほど気まずい。動けば触れてしまいそうな背中からぬくもりを感じて妙にそわそわしてしまって、それはみじろぎする彼女も同じようで。とても恥ずかしかった。イリアさん、聞いてもいいですか。
何よ。イリアさんの背中に刻まれていたヒエログリフ、あれってファルナなんですか？やっぱりしっかりと私の裸を見ていたのね、この変態最低男。すいません、でもどうしても見えちゃって。そうよ、これはプロメテウス様のご加護にして恩恵。あなたがその背中に宿しているものと同じステータス、プロメテウス様のイコルを授かることで、オリンピアの人間は炎を宿し操れるようになる。イリアさんたちにもステータスが？でもどうやって？プロメテウス様は人前に決して姿を現さないんですよね。教団の人間はプロメテウス様にご加護を授かる際、神殿の祭壇に一人で待ちながら特殊なお香を嗅ぐの。祭壇の上に寝そべって仮死状態、深い眠りにつく。そして目を覚ますといつの間にか恩恵は刻まれているの。そこまで徹底するなんて、プロメテウス様は一体どんなおつもりでそんなことを？オリンピアのため。え？天の炎は管理する以上、プロメテウス様は姿の見える王になることを嫌った。姿を見せないことでご自身を絶対的な断りに変えた。神託によってもう幾度となく奇跡は示されている。プロメテウス様の存在を疑う者は誰もいない。神は民の心に根差し、オリンピアの空気となり、支配の記号そのものになった。仮面と同じ、顔が見えない、姿が見えないということは理解の及ばない畏怖に直結しやすい。この国では決して間違いは許されない。だからプロメテウス様は下界の住人との交流を捨て、自分を装置に変えたの。装置？そうよ、その最たる例が神託の石踏み。オリンピアではあの神託こそ全て。例えば、明日から食事はオラリオのジャガマル君だけにせよなんて神託が下ったら、みんなお芋しか食べなくなるわ。まさか。本当なんですか？笑っちゃうくらい本当。私もエアたちもあの石踏みに命じられるままウェスタの巫女になった。君はプロメテウスの、いや、ウェスタの巫女なんだろ？ウェスタの巫女、あの時神様が口にされてた言葉だ。何なのか聞きたいけど、でも今は。ファミリアじゃなく教団と名乗っているのもそこに理由がある。出身と眷属なんて真っ当な関係私たちにはない。代わりに生み出したのは強力な原則、それは制約にして義務、あるいは戒律に近い。そして今の完璧なオリンピアが出来上がった。誰も迷うことのない神の領域、天の炎を管理するだけの巨大な装置。外の世界にいたあなたからすればやっぱりおかしいかしら。わからないです。何が正しいって言えるほど
僕はまだオリンピアのことを知らないですから。そう、それもそうね。イリアさんは今のオリンピアが嫌いなんですか？どうしてそう思うの？何か悲しそうに、いや辛そうに見えたから。そんなことないわ。もし本当にもしそうだったとしても、私がそんなことを主張していい権利はない。イリアさん、今オリンピアが抱えているものを全部片付け終わったらオラリオにまた来ませんか？え？イリアさんたちオラリオにほとんど滞在してませんでしたし、オラリオなら巫女以外の別の道も見つかるんじゃないかって。あなた、ミヌキアたちに私のこと聞いたでしょ？私が巫女の中でもヘッポコだって。いやそれは、はい、教えてもらいました。そんなことだろうと思ったわ。知らない場所で詮索するなんて本当に最低な人。それでそれは同情？私を憐れんでるの？イリアさんに限った話じゃなくて、他の巫女さんやオリンピアのたくさんの人も来たらいいんじゃないかなって思ってて。オラリオはすごくて乱暴で怖くもあるんですけど、でもそれだけじゃなくて、たくさんの人、たくさんの神様がいて、たくさんのものが混ざり合って、道は一つだけじゃないって、そう教えてくれるから。あなたもそうだったの？はい、目指すものだけは今も変わっていませんけど、諦めだけは悪くなりました。何でしょう。私あなたのこと嫌おうとしてたのよ。嫌な女なのよ。それなのにあなたは私のことを助けようとするの？最近好きになってもらう努力より嫌われる努力の方が辛くて大変なんだなって感じることがあって。だから好きな相手でも苦手な相手でも分かり合う努力をしたいなって、そう思うようになりました。変なの？あなたって本当に変。最近よく言われるようになった気がします。ねえベル、こっちを向いて。でもいいから。はい。イリアさん、どうかひざまずかせてください。これまでの非礼を詫びるため、私はもうあなたたちから逃れることを終わりにします。私はもうあなたから目を背けないと誓います。オラリオに来いというのならどこまでもついていきます。務めが終わった後、主と仰ぎ生涯を捧げます。
あなたのそばであなたに尽くし、あなたに奉仕を。あなたが望むならどうかこの身に制裁を。イリオさん、あらゆる献身を約束します。あらゆる代償を支払います。未来の主様。ですからどうか。私たちを、私を決して許さないでください。アンティアネイラ、ヘルメス様たちは？うちの団地を連れて悪巧みだとさ。どうする？呼び戻すかい？いえ、構いません。あちらにも意図があるのでしょう。では、行きます。この国の真実を暴きに。お気をつけていってらっしゃいませ。流れるように意識を刈り取りますね。私が所属していたファミリアは何かと物騒だった。まず教えられたのが、悪党とは口を聞くな、先に黙らせろなんて言葉でしたから。兵士の皆様は悪党ではないと思うのですが。もう何人も混沌させています。大丈夫なのでしょうか。どんくさいキツネとチビスケがいるからね。寝かせておかないとすぐに宿から抜け出したのがバレて、ご用さ。うん、足を引っ張ってすみません。そもそも貴賓館の周りだけでも相当な数の見張りがいた。どちらにせよやり過ごすことなんてできなかっただろう。これはやはりそういうことなのでしょうか。彼らは自分たちの護衛ではなく監視。先に進めば分かることだ。行きましょう。貴賓館の周辺には正気が満ちているということはなさそうでございますね。このトーチが厄を払っているとのことでしたが。今のところ異変は何も感じない。都はおとなしく寝静まってる。ええ、少々静かすぎる。日中あれほど賑わっていた都とは思えないほど。進むのか？ここより先の境界を越えれば後戻りはできぬ。それでも進むか、オラリオの冒険者。一体どうやって現れやがった？
真意。神の威力、下界の住人を縛りつける超越者の一端。この身はお前たちを退かせることはできるだろう。この目をお前たちを見過ごすこともできるだろう。だがその前に意志を問いたい。全てを知ってなお過酷に抗う覚悟はあるか。なければ直ちに引き返せ。英雄ならすとも他でもない己の道を紡げぬものでなければこの地の闇には逆らえない。おとなしく悠久の成果が顕現するのを待て。なんだ、何を言ってやがる。神に従うか神に抗うか、どちらかと相当だ。神に従う、抗う。恩美の名はその刻意の下にいかなるお姿を隠しているのか教えていただきたい。名前か。お前たちに明かすマナは持ち合わせていないが、さて、そうだな、滑稽なキョロスとでも名乗っておくか。明らかな偽名、キュロスなどという神聞いたことがない。だがこの真意の総量は。こんなデタラメなものを味わったことがない。足が震える、ひれ伏しそうになっちまう。高すぎる人格、大神と呼ばれる存在と同等。まさか目の前の人物は、いや、この神こそが雷の神を欺き天界から火を盗んだという、あの。さあ、従うか抗うか、答えはいかに。意思は示せぬか。それもいい。迷い、さまようのもお前たちの定め。お前たちは神以上の先見を持てぬ。全てを知り岐路に立った時、再び問いに来よう。今は選べ。進むか引き返すか、道は開けてやる。消えてしまった。背を向けて、陽炎のように。何だったんだ今のは。皆さん来てください。先ほどの人物が消えた先の空間が揺らいでいます。オリンピアに着く前、船の上から見たあの結界と似てるよ。この感じそっくりだ。周囲の炎、これが結界を生み出していた。私たちの目から真実を覆い隠す偽りの景色を。どうするのですか。行くしかない。ここで引き下がることはできない。人だと。
戦闘には不向きだ。絶対役を。ファイヤーボルト！出たな。任せる。戦闘には不向きだ。ファイヤーボルト！やりましたね。さあ始めてくれたまえ。絶対役を。ファイヤーボルト！出たな。モンスター。ファイヤーボルト！外出は禁じていたというのに。この地獄絵図を見せないためにですか。私たちはもう見ちまった、知っちまったんだ。だからもうさらけ出しな。お前たちが隠してること全部。逃げろ！出たな！モンスター！え？シオン。
様、今何とおっしゃいました？どうしてあの子の名前を、なんで今シオン様の名前を呼んだんですか？あの怪物に向けて。ごめんなさい。ごめんね。エンジンが駆逐されていく。ようやく終わるのか。レア様、暴走していたエンジンは全て鎮圧しました。おそらく今夜はもうこれで。わかりました。あなた方はこのままいつも通り鎮魂の儀を、私も他の巫女と共に向かいます。待ってください。質問に答えてください。今夜は宿へお帰りください。全てを忘れろとはもう言いません。明日もう一度この場所へ、その時全てをお話しします。夜が明け、朝日が昇り、あなた方があの子と出会った同じ時間帯にまたここへ。帰ったか。